おざます。プロバラ軍団リーダーの選手です。さあ本日のターゲットホールは神奈川県にありますロマンさんで実戦の方やっていきたいと思います。諸事情により、今回打ち出しが、12時からということになってしまいました。12時からの実戦ということで、立ち回りなんですけど、まあもうお客さん、実戦打ってらっしゃいますので、まあ朝一のところ見れる範囲で、リセットかスウェーか挙動を確認しつつ、ちょっとチャンスがある台をね積極的に狙っていきたいと思っています。本日から、聖司ランク戦ということで、ランク戦の1戦目ぜひ勝利で飾って、今までのねこう切りつくような感じの自分のモチベーション継続しながら今日も確実な勝ちにつなげていきたいと思います。それでは今日も実戦の方よろしくお願いします。まあ、店内見て回ったんですけど、まあ、12時開店で、朝一の、ね、美味しいところはお客さん回されてる方も多くて、まあ、そんな中でもちょっとゾーンとか狙えるところを打てる台探していきたいと思います。というわけで、マジックモンスター3の、302番台、はい、このマジックモンスターなんですけど、まあ、どのゲーム数からも狙えますし、ちょっと朝一が、リセかスウェかっていう状況がなかなか読みにくいところなので、まあ、ちょっと、まあ、朝一のリセット状況この台も確認しつつ、まあ、子役化け返しの、ね、合算とかもちょっと見ながら打っていきたいと思います。じゃあ打っていきたいと思います。このマジックモンスター3なんですけど、まあ僕の大好きな A タイプ張りに、AT の初当たりが軽くて、設定1でも128分の1で6だと93分の1かな、非常に初当たりが軽いのと、あとはまあ子役の設定差ないんですけど、化け返しの確率に差があるんで、なんでしかも高確率高設定ほど、リプレイとかベルでも化け返しどんどん落ちてくるんでね、そういうところの確率がまあだいたい130分の1を切るぐらいの数字を目指して出てくれればいいんじゃないかなと思います。まあ高設定狙いでちょっと打っていきたいですけど、まあ、天井がね666と、割かし浅めなんですけど、軽い初当たりの AT をすぐに引きたいなとは思いますね。あとはチャンスゾーンですね。エリア666 と、ライブ のチャンスゾーンの入りにも設定差があるんで、まあ、そういう設定差のある要素が早めに聞けたらいいなとは思っています。24ゲームジャックチェリーから発展ですね。28ゲームで先ほど言ったエリア666ですかね。バラの46ゲーム発展。残念。
ゾーンの回転数からも狙えるかなと思ってやったんですけど、特に設定差のあるチャンスゾーンとか化け返しスコスコ引けたというわけでもないので、ちょっとこの辺にしといて周りの状況を見たいと思います。マドカマギカの150番台、まあ、これを400のゾーンまでちょっと回してみたいと思います。68ゲームでチャンスですね。377ゲームで追加ですね。まあこの追加からのマジカルチャレンジを入りに設定1で 20% そして6で 30%、まあ、追加から3回に1回は常にマジカルチャレンジに入り続けるような台であれば理想ですけどね、まあ、あとジャックチェリーも設定差あるんでもちろん感じとしながら382ゲーム年間の断りですね。頑張ってるよ、皆さん。393ゲーム8点、厳しいなこれ。これで422ゲーム円滑のことですね。多分この円滑が400のゾーンの円滑の断りだと思うんで、まあ、ここで当選がなかったらやめてもいいんじゃないかなと。終わったかな。はい、ということで、441ゲーム変換の断りがヒットしなかったのでやめたいと思います。他の台探しましょう。鉄拳サードの271番台、これがで前日非常に出てる台なんで、まあ、リセ狙いもそうですし、256とか380後半の、まあ、期待値的にはプラスだと思うんでね、ちょっと打っていきたいと思います。166ゲーム鉄拳ゾーン、ここでものにしたいっすね。これはおお引いたよ。中段チェリー468ゲーム、これは中段チェリー直刺さりっすね。よかった、投資がちょうど1000枚。びっくりした。青の中
35枚の獲得ですね。拳は5のせ。チャンス目、これはもらったでしょう。117枚の拳は10の決定的危険ラストですね。残り拳が34。残り拳がおそらく19かな。ボーナス確定です。めっちゃドキドキしながら。253枚で10拳乗っけて25拳で鉄拳ラッシュ。速くて助かったんですね。赤7で実験ボーナス。343枚で拳は5プラスですね。もう少しね。シェリーで来い、シェリーで来い、シェリーで来い。3点。ジャックシェリーで鉄拳ボーナス。V字フラッシュなんで確定ですね。ボーナス拳が今15ですね。そろそろ乗せないと。この赤7は大事にしたいです。最低でも10は乗せたい。470枚、この赤7で拳は乗せ0は痛いな。ちょっと厳しいです。残り15。せっかくの赤7、2連続で拳乗せられない。10分の1が遠い。斜めベル、これはどう。入った、危ねえ。残り拳ゼロで鉄拳ボーナスですね。ここは赤なので、今でまあ大体投資の半分以上ぐらい取り戻したってことですね。ここをまた拳乗せて伸ばしたい。
棒乗りました。634枚の銃乗せて鉄拳ラッシュ。残り拳が4で鉄拳ボーナス確定ですね。ここも赤穴引かないと。あー、ここで青穴きついな。子役を引くしかない。701枚ですね。残り拳は4つ。3つ。これでもう厳しいか。頑張ろう。714枚の獲得で終了っす。ゲームジャックチェリーから連続演出ですね。やっと見つけた。行くわよ。これで。おう、残念。まあ前兆も特にないんで。19ゲームで、結局その中段チェリーを引いてしまったので、前日すごくいい台だったみたいなんですけど、リセットか末かっていうところがちょっと分からなくなってしまったんで、分からなくなったんであれば共通ベルがすごくいいわけでもないんでね、ここはちょっとこの台はやめにして他の台を探したいと思います。ジャグラーガールの242番台、今2020回転回ってて、非常にこガッサーはもちろんね、ビッグがぶっちぎりだからいいんですけど、バケは400以上なのでぶっちぎりの1ですね。設定差のあるバケが全然引けてないっていうのはこのデータだとすごく怖いんですけど、まあそれでもガッサンの初当たりの良さっていうのを重視して、まあ、そんなに追いかけずに様子見ていきたいと思います。このジャグラーガールなんですけど、子役、ブドウの設定差が低設定変化がなくて、まあ5、6だけちょろっと優遇されてるぐらいの感じです。なんで一応ブドウはカウントしますが、そんなにね重要視する数字でもないので、まあ元来ジャグラー重要視する重視でも、数字でもないんですけど、まあでも大当たりが2000回転以上回っていて、ビッグ16回バケが5回で、バケはまあ一番上で270分の1で、設定1でも390台で落ちてくる中、バケだけは400以上という数字で、ビッグはねぶっちぎり6なんですけど、だからちょっと子役の様子を見て粘るというより、一定期のゲームまで回して大当たり引けないようなら、やっぱ一番設定差のある化けの数字がね1の値を下回っているんで、そんなに粘る動機もないかなと思ってます。あ
とりあえず化けが今420分の1っていう状況で、まあ、ガスターはねビッグがすごい良くて105分の1なんですけど、高設定で600ゲーム以上連れてかれるってことはもうなかなかないんで、やっぱそこは化けが設定1位かっていうところと、今現状600以上ハマるっていうことを加味してちょっと他の台探しにここで行ってみたいと思います。ということで、ハッピージャグラーの、249番台なんですけど、まあ現状今こんだけしか回ってないです。でもうまあ化けが引けていてね、まあこの外転数なんで何とも言えないんですけど、もう他に、まあ、打つ台がなかなか見つからないっていうのと、もうちょっとねこういう高設定予備軍を育てていくぐらいの気持ちでやっていこうと思い、まあでも子役の様子見ながらハッピージャグラー回していきたいと思います。じゃあ回していきます。あーチェリーがないとつまんないな。お、チェリー否定で入りましたね。ボーナス。いや、この台はそんなにまだ回ってないし魅力的な台でもないのでまだ打てる。だったら今、本日、まあ、大体15時から、このお店で、サラリーマン番長がデビューしました。で今抽選で台が取れたんで、まあ、連休明けのこの平日にデビューする番長が、まあ、設定に期待できると思うんですよね。正直設定乾杯要素がまだできてない状況で番長を打つのはちょっと危険かなと思うんですけど、やっぱお店さんも力入れてらっしゃると予想して、せっかく取ったんでちょっと様子見たいと思います。では打っていきます。あさあ番長なんですけど、一応、まあ、斜めベルはカウントしながら打ってきますけど、なかなかねそこにの設定差と、あとはまあ前回の2を踏襲してゾーンっていうのもあるということなんですけど、なかなかまだ出揃ってない情報もあるんで、そこは慎重にいかないとやっぱまずいっすね。19ゲームで弁当ですね。
8ゲームチャンス目。201ゲーム研修です。チャンスアップありましたね。ここで蹴りを使うよ。219ゲーム、ゲーム数で解除ですね。カウントします。ナナメベルが26分の1、まあ、設定1から6までで23分の1から26分の1下がって、まあ、ナナメベルは1ですね。ちょっとねあまり解析も出てない中、薄い根拠でこう遅いデビューだったっていうだけでね、打ち続けるのもナナメベルの数字もあるんで、ここはちょっと番長見切って別の台探してみたいと思います。ミラクルジャグラーの256番台、まあ、合算が今105分の1で当たってて、まあ、ミラクル設定6で合算が140台でジャグラーにしてはちょっと初当たりが重い方といえば重い方なんですけど、ビッグ11回の馬径6回、まあ馬径の数値も300分の1を切ってるんでちょっとこのミラクルジャグラー256番台打っていきたいと思います。じゃあ打っていきます。215ゲームボーナス確定ですね。揃えちゃいます。ビッグボーナス、まあ、ミラクルジャグラーはなんといってもそのカドチェリーからの各々のボーナスの当選率に非常に設定差があるので、ちょっとねボーナスフラグを見極めて、チェリー重複を見ていきたいと思いますと言ったら、これ多分化けだと思うんですけどね。チェリー重複確認します。チェリー重複のレギュラーボーナスですね。さあ今喋っていたらちょうど高設定要素の演出が出てくれたんで、まあ本当に数パーセントの違いしかないんですけど、まあこれが出てくれたのはちょっとありがたいですね。
チェリー重複で解除っすね。レギュラーボーナス、ここはビッグが良かったな。チェリー重複ですね。また設定差あるとこ引けるのは嬉しい。ここはビッグがいいっすね。マジでマジでビッグで、チェリー重複のビッグボーナス。ただまあチェリー重複の、カドチェリーのビッグも設定差があるんで、今のところそういうチェリー重複の設定差がある大当たりばかり引けてるっていうのはすごくいいことだと思います。おー、ビッグでお願いします。出た出た、単独で135ゲームですね。よし、ビッグボーナス。おお、79ゲーム単独ですね。よっよっよっ、ちょっと実践できる残り時間を考えて、もうたとえこのミラクルが設定が良かったとしても、まあここからまだ1000枚を目指してずっと打っていくっていうのは、合算はねとてもいいんですけど、500が灯ってないのでメダルの減りも早いですし、だからちょっとこの時間からそろそろいい台 AT エアルキーあれば動いていかないと、残り時間を照らし合わせたらこうまくることがね難しくなってくるんじゃないかなと思います。まくれる可能性のある AT キー ART キーを探していった方がいいのではと思ってます。353ゲームで強チェリーですね。367ゲームで決勝ですね。敗北を知り己を知り、叶わなかった願いと共に歩き出そう。かっこいい。これはあるんじゃないですかね。一つ一つを積み重ね、ちょっと演出見ちゃってます。はい、これはあるんでしょう。男なら力を込めた拳には。ああ、読みたかった。まで行ったね。多分青ナナしたってことですかね。ただの暑さだけですか。ここで蹴りを出し、やるじゃねえか。最後の勝負だ。あそこだ。大丈夫じゃん。よかった。
ビア合衆ゴーゲームで勝ってですね。ああ、よかったです。リプレイで引っ張られましたけど、200のゾーンがねおそらく今のでないと思うので他の台探しに行きたいと思います。今またこっちの方ぐるっと回ったんですけど、なかなか狙えるテーブルゾーンもないですし、まあ時間考えてね、残り2時間ないぐらいでもう閉店を迎えるこのお店で、まあここからそこの投資をまくれる期待のできる台って探すのはおそらくもう無理なんじゃないかなと思います。なので今日はまあ余ったメダルを流して今日の実戦終了したいと思います。はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。本日の実戦終了しました。今日の立ち回りなんですけど、まあ立ち上がりはちょっと事情があり、実戦が12時からの実戦になってしまいました。でそこで、まあ、朝のね、台になかなか希望のものを触れなかったっていうところはあったんですけど、ゾーン狙い期待値のあるところを狙っていったんですが、まあ本来僕の立ち回りはそのジャグラー A タイプがメインになってくるので、高設定らしきジャグラーにたどり着いた時にその3枚マイナス1000枚を追いかける展開っていうのを作ってしまったことが範囲だったんじゃないかなと思います。その後もテーブル狙ってね頑張ってみたんですけど、なかなか結果がついてこずランク戦第1戦負けということになってしまいました。本日の結果なんですけど、投資が2021枚、回収が34枚、3枚数がマイナス1987枚という結果になりました。ね、ランク戦の初戦絶対勝利で飾りたかったんですけど残念な結果に終わってしまいました。でも今日の立ち回りで得た情報も多かったので、反省点を踏まえながら次の実戦に臨んでいきたいと思います。それでは引き続き応援のほどよろしくお願いします。本日はありがとうございました。